どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想2017年11月19日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは宇宙戦隊キューレンジャーの感想から参りましょう。第38話、スペース38、おったまげ、危機9連発。2017年11月19日分の放送でございます。ラッキー君たちは邪悪マターの本拠地にあるバリアを破壊するため、3つの9玉を集めることに。まずはケフェウス9玉とペルセウス9玉を回収するため、ラッキー君たちと小籠包さんたちで二手に分かれることに。小籠包さんたちはケフェウス9玉を回収するため惑星アチョルクにやってきました。キューリンジ9房の前に行くと邪悪マターのデスゴンが現れました。小籠包さんたちはデスゴンの用意した邪悪の9つの試練に挑みます。まずは第1房の地獄房、キューレンジャーに変身して大量のインダベイに立ち向かいます。第1房を突破した後、3つに分かれた第2房、第3房、第4房に挑みます。第2房は筋トレ房。筋トレを9999回しなければなりませんが、剣さんは楽々とクリアします。第3房は厨房。ハミーちゃんとガル君はお寿司を作り、インダベイに食べさせ、審査によりクリアすることができました。第4房は遊戯房、だるまさんが転んだで、ナーガくんの活躍により見事クリアすることができました。第5房はダンス房、みんなで踊り見事クリア。続いて3つに分かれた第6房、第7房、第8房に挑みます。第6房は我慢房、ハミーちゃんとラプターちゃんは熱いお風呂で我慢し、見事クリア。第7房は変顔房、ガルくんとナーガくんが、インダベイとにらめっこで対決し、ナーガくんの活躍により見事クリア。第8房は射撃房。剣さんと小籠包さんで動く的当てに挑み見事クリア。一方、ラッキーくんたちはペルセウス9玉を回収するため惑星ゲムにやってきました。そこではなんと倒したはずのマーダッコさんがメカマーダッコになってラッキーくんたちに襲いかかってきます。ラッキーくんはシシレッドに変身して立ち向かいます。一方、小籠包さんたちは最後の試練である第9房の試練に挑みます。第9房は相打ち房、デスゴンの能力により、偽物のガル君とナーガ君とハミーちゃんとラプターちゃんを使って、小籠包さんと剣さんに襲いかかってきます。どうやら本物はデスゴンのディスク内に閉じ込められているそうです。小籠包さんはわざと謝るふりをして、偽ラプターちゃんの性格を見抜き、偽物の正体を見破ることに成功します。どうやら偽物の正体はインダベイだったそうです。小籠包さんは見事インダベイを打ち倒し、第9房をクリアしました。そして小籠包さんたちはキューレンジャーに変身し、デスゴンに立ち向かいます。デスゴンの拳法攻撃に苦戦しますが、小籠包さんが前に出ると、小籠包さんはデスゴンと同じく拳法攻撃でデスゴンを追い詰めます。全員によるオールスターフラッシュで見事デスゴンを打ち倒しましたが、陰謀の力で巨大化してしまいます。小籠包さんたちは竜帝王に乗り込み、デスゴンに立ち向かいます。なんと、ギガント法王の一部パーツを取り付けて、腕がブースター状態に、そして竜帝王の必殺技であるメテオキックで見事デスゴンを打ち倒しました。その後、小籠包さんたちは見事ケフェス9玉を回収することができました。一方、ラッキー君たちはメカマーダッコさんと戦っておりました。しかし、メカマーダッコさんが持っているリモコンのスイッチを押すと、突然、チャンプさんが暴れ始めました。今回はここまでとなっております。次回も楽しみに。続いて、仮面ライダービルドの感想へ参りましょう。第11話、燃えろドラゴン。2017年11月19日分の放送でございます。玄徳さんと二人の主僧は会話しておりました。そんな中、ブラッドスタークがやってきます。一方、セント君たちはスマッシュの目撃情報を頼りに現場へと向かいます。そこにはナイトローグがいました。セント君は仮面ライダービルドをキードラゴンフォームに変身しますが、ドラゴンフルボトルの力が強すぎて制御ができず、変身が解除されてしまいます。その間にリュウガ君がドラゴンフルボトルとクローズドラゴンを使って変身しようとしますが、クローズドラゴンに電撃が走り、変身ができませんでした。そんな中、ブラッド・スタークが出てきて、セント君たちを逃がしてくれることに。その後、セント君たちは研究所内に帰ってきました。そこでミスラちゃんは、滝川さんが盗聴器を外しているところを目撃してしまいます。ミスラちゃんは滝川さんに話しかけますが、黙って出て行ってしまいます。その後、セント君から、龍河君の彼女のお墓があるとの情報を聞き、龍河君は彼女のお墓へと行きます。
するとそこには手紙が置いてありました。一方セント君はビルドフォンから送られてきたメールにナイトローグと滝川さんがスマッシュにされてしまった映像が映っておりました。セント君は早速現場へと向かいます。現場に向かったセント君はキードラゴンフォームに変身しスマッシュに立ち向かいますが、またしても力が制御できず変身が解除されてしまいます。そんな中ナイトローグがやってきます。さらに龍河君もやってきます。セント君は龍河君にドラゴンフルボトルとロックフルボトルを渡します。どうやら龍河君は先ほどお墓に置いてあった彼女の手紙を見た後駆けつけてきたみたいです。そして龍河君はセント君のビルドドライバーとドラゴンフルボトルをクローズドラゴンにセットし、さらにクローズドラゴンをビルドドライバーにセットすると仮面ライダークローズに変身しました。龍河君はクローズの必殺技であるドラゴニックフィニッシュで見事スマッシュを打ち倒し、武器であるビートクローザーでナイトローグを追い詰めますが、ナイトローグは逃げていってしまいます。その後スマッシュの成分を抜き取るとなんと滝川さんでした。滝川さんはスパイであることをセント君たちに言いました。今回はここまでとなっております。次回もお楽しみに。続いてキラキラプリキュアラモンドの感想へ参りましょう。第40話レッツラお着替えスイーツキャッスル出来上がり、2017年11月19日分の放送でございます。では文章の方読んでいきましょう。プリキュアたちのピンチにリオが駆けつけました。リオはルミエルから授かった力でプリキュアを助けます。そして闇に染まった街を元に戻す方法を教えてくれました。それは街でスイーツを作ってキラキラで満たすこと。プリキュアは街でスイーツ作りを始めます。リオとビブリーがグレイブを引きつけている間に街でスイーツを完成させようとしたプリキュアでしたが、気づかれて邪魔されてしまいます。しかもリオがルミエルから授かったスティックも壊されてしまいました。それでもプリキュアは街のため立ち向かいます。追い詰められたプリキュアたちでも突然街がキラキラで浄化されて闇を打ち消し元の輝きを取り戻します。それは街にいた動物と妖精たちが協力しルミエルの力に守られながらスイーツを作ったからでした。ついに粘土兵士にされていた人も元に戻ります。逆に追い詰められたグレイブは暴走し車と合体して巨大な怪獣となりました。プリキュアたちはみんなの力を合わせてお菓子の城スイーツキャッスルを生み出し、新たな姿であるアラモードスタイルに変身します。そして新しい合体技プリキュアファンタスティックアニマーレで巨大化したグレイブを浄化、街に平和を取り戻すのでした。ではここから感想の方行ってまいりたいと思います。前回のお話の引き続きとなっております。いちかちゃんたちがピンチの中復活したリオくんが駆けつけます。一度引き下がったいちかちゃんたちはリオくんの提案によりキラキラルが溢れるスイーツを作ることに。各自それぞれのキッチンへ移動しましたがグレイブにバレてしまい、粘土兵士たちがいちかちゃんたちに襲いかかってきます。さらにディアブルの闇の力でそれぞれ作ったスイーツが真っ黒になってしまいます。いちかちゃんたちは撤退しグレイブに襲われているリオくんの元へと向かいます。しかしグレイブの圧倒的強さに苦戦していきます。リオくんがバリアを張りますが持っている杖ごと破壊されてしまいます。いちかちゃんたちは再度プリキュアアニマルゴーランドを発動させますが全く通用しません。そんな中猫たちがやってきます。どうやらスイーツを作る材料を持ってきてくれたそうです。そしてグレイブは自分の過去を語り始めます。どうやら元借金取りだったようですね。いちかちゃんたちがピンチの中、妖精たちは猫たちが持ってきてくれた材料でスイーツを作り、キラキラキラルンキラキラルというとディアブルの闇の霧は晴れ、粘土兵士は元に戻っていきます。グレイブはディアブルの闇の力が暴走し巨大化します。いちかちゃんたちは先ほど妖精が使ったキラキラルを利用して6人のアニマルスイーツを一つにし、新たなアニマルスイーツスイーツキャッスルが誕生しました。いちかちゃんたちはスイーツキャッスルをキラキラルクリーマーにセットしアラモードスタイルにフォームチェンジしました。さらに必殺技であるプリキュアファンタスティックアニマーレで見事グレイブを追い詰めます。しかしエリシオはカードを使ってグレイブとディアブルを封印し立ち去ります。次回はシエルちゃんとリオくんに関するお話です。お楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。